トン郊外にある、月賀泉。背後は名佐山地図月賀線は、中国間縮小トン郊外の南5キロメートルに、ある砂漠中のオアシスで、年月を経て、三日月型の池に加工されて、背後の名佐山とともに、有名な観光地となっている。月賀線という名称は、新朝時代に使われ出した。月賀は中国語で、三日月という意味である。 千年以上にわたり砂に渦もれることなく、景観を変えずにいたが、20世紀後半に入り、急速な周辺の環境悪化により、水位の低下が激しくなり、水域も縮小し始めた。このため、トン氏などによる月河川応急保全プロジェクトが取り組まれている。1960年の月河川調査では、水深平均4から5メートルであったのが、 その後40年にわたり深さは減り続け、1990年代初期には、広さ5500平方メートル、水深平均0.9メートルとなった。2006年には、中央政府の援助で池を広げ、深さも増した。月河川と背後の明佐山は有数の観光地で、ラクダに乗ってあるいは、全地形対応車で付近を回る観光活動も、頻繁に行われている。 ありがとうございます。